ですね、このベースこれをスライスして、組み替えるとこんな風になります。調整がスライスしてあるんで、このようなパラメータがいじるんですね。で、例えばサステインを下げていくと、こういう風にスタッカート気味に発音するわけですね。で、まあサンプルのこうスタートとかこういじれたりとかいろいろあるんですけど、これだとね、ピッチがいじれないんですね。で、スライスしたのがベースなので、そのスライスしたベースを、いじるときに、一つ一つの、パッドを選んで、この中身のここのトランスポーズっていうところを、一つ一つこう変えなきゃいけないっていうふうになると不便なので、マクロのところで、ピッチも選べるようなプリセットがいるなっていうのが作業の中で出てきたんで、スライスをし直そうと。でその時に新しくプリセットを自分にのやりたい目的用にスライスのプリセットを作るっていうのを動画にしてみようかなと思いました。でまずやってみますけど、早速やってみますが、ここの元々の波形をまず選びますね。でこれをこうスライスするってことは、新規ミディトラックへスライスっていう風にやるわけですね。でここで、8分の1、まあ、8分音符ですね。でスライスするとして、でプリセット内蔵ってなってますよね。でいろんなプリセットが下にもあるんですけど、これを内蔵とかすでにあるプリセットでもなく自分で作ったやつにするということをやるということが今回の目的ですね。今スライスをしてますけど、まあ普通にこうスライスをしたら、さっきのベースのビヨヨーンって波形が、8分音符単位でこう分割されてますね。これでこういう風にパーカッション的に鳴らせるようになるので、便利というか、曲の中で使えるようになるみたいな感じのことなんですけど、で今のはやっぱりこのパラメータが内蔵のやつなんで、こんだけしか入れないわけですね。アタック、ディケイ、サステイン、リリース、その他で、ここにピッチってのを加えるときにどうするかっていうのをやります。で今のスライスしたやつは一度消しますね。で、今から、プリセットを作ります。それはまず新規に、ミディトラックを作ります。新規に新しく、ミディトラックを今作ります。でこれが
あの新しく作ったミディトラックですね。でここに、ドラムラックを空のやつをね作ります。空の、ドラムラックですね。何も音は鳴らないです。でここの中に、今度はインストゥルメントの中のシンプラーを選んで、このシンプラーをどこでもいいんですけど、この、C の1左下のところにドロップします。そうして、この中の、マップってところですね、これをオンにします。このマップモードになった状態で、まあ、例えばこのマクロの1に何をアサインしようかなって考えるわけですね。まずここはまあ ADSR でいいかなと。まずここを選んで、逆ですね、ここの、アタックですね、アタックボリュームのアタックを選んで、で次にマクロの1のここに行ってマップってするわけですね。そしたらここにボリュームエンベローブの VE ボリュームエンベローブアタックっていうのがアサインされました。で同じようなことをずっと繰り返していくわけですね。今度ディケイでマップで、サステインマップで、リリースマップとするわけですね。で肝心のここのトランスポーズですね、トランスポーズっていうとこもやって、でここにトランスポーズどこにしようかな、右にしようかな、ここにトランスポーズっていうのを、アサインしました。で今こんだけアサインしたんで、あとまだ3つ余ってるんですね。じゃあフィルターかな、フィルターをアサインしてみましょうか。フィルターは今ここがフィルター自体がオフになってるんで、一回マップモードを抜けます。で、フィルターをオンにします。フィルターをオンにした状態でもう一回マップモードに入ります。でフィルターのところに行って、このこれをカットオフフリケンシーを選んで、でマクロの5番ですね、ここに行ってマップします。ここにフィルターフリケンシーがアサインされました。同じことを隣のレゾナンスにもやります。レゾナンスは6番、マクロン6番でマップ終了ですね。そうすると今初期値が全部0になってますね。このままプリセットを作ると全部が0とか、トランスポーズもマイナス48とかになっちゃうんで、まあここは0にしてやります。でフィルターのレゾナンスもまあ真ん中ぐらいがいいんで、真ん中ぐらいのところにしようかなと思います。ですね、これはあこっちか、ここレゾナンスはまあこのくらいにしときます、適当に。で、次にここのフリケンシーですね、フリケンシーもこれだとこもってるんで、まあ全開にしときますね。レゾナンスはもっと下げてもいいかもね、このくらいにしとくかな。でここのまあディケイとかも、適当に初期値っぽい感じでこう上げといて、でサステインは0にしときます。でリリースは少しあった方がいいんでちょっと上げといて、アタックもブチブチ言うとあれなんでちょっと上げとくとか、まあ、こんな感じでこれでプリセットのあれができましたね。あ1個こうまだ余ってますね、マクロの7が余ってるんで、なんかアサインしようかな、何をアサインしようかな、ボリュームアサインすると便利かもしれないですね。ボリュームアサインしましょう。これ結構便利かと思います。じゃあ、もう一回ここで、マップモードに入って、ボリュームをクリックしてから、マクロの7。で、ボリュームも初期値をまあ0にしておきます。これで、こういう風なプリセットになりました。でこれをですねどうするかというと、デフォルトプリセットとして保存とかいうのがあるんですね。
あ、違いますね。これはどうするんだっけな。これは、そうじゃなかった。間違えた。ライブラリの中の、ライブラリ。ユーザーライブラリですね。ユーザーライブラリの、ここですね。ライブないんですけど、これ。ユーザーライブラリの中の、プリセッツってとこですね。これの中の、これかな？あ、これじゃないですね。間違えました。デフォルトですね。この中の、スライシング。この中に入れるんですね。そうそうそう、思い出した。すいません。もう一回最初からやると、ユーザーライブラリの中の、デフォルトってやつね。デフォルツってやつです。その中のスライシングってやつの中に入ると、こういうふうにいろいろ入ってるんですね。このプリセットの中に、この今作ったこのドラムラックのここをつまんでですね、こういうふうにポイって入れてあるんですね。そうすると名前を付けられるようになるんで、名前をピッチボリュームというふうに名前をまあ付けてあります。ピッチ&ボリュームというふうにします。これは名前は何でもいいです、もちろん。これでプリセットが新しく作れたんですね。で、もうこの今使ったこの、ミディトラックいらないんで消します。で、SH2 をのこの波形ですね、改めて鳴らしてみますが、こういうのですね。これを、スライスします。新規ミディトラックへスライスというやつですね。で、ここに今作ったプリセットが出てくるといいなって感じなんですけど、今8分音符のノートにで、スライスプリセットを今内蔵ですけど、この中に、今作ったのがあるかと。PP ありますね。ここに、今作ったピッチ&ボリュームっていう僕が作ったプリセットが来てます。これを選びます。で、OK を押します。そうすると今の、シンセサイザーの波形が、アナログの波形が、スライスされた、ものができました。で、鳴らしてみますね。トランスポーズのところが選べるようになってるんで、全部の、スライスに対して一括でここで、ピッチを変えることができるわけですね。で、全部の、波形に対して、全部のスライスした波形に対して一括でここでボリューム調整もできます。実際に見るとトランスポーズのとこいじると、ここが動いてますね。何が便利かというとですね、さっき、実際に使ってた、ここで作ってたフレーズですね。これのシーケンスデータを、今新しく作ったスライスのところにコピーします。で、鳴らしてみますね。
んかと一緒に鳴らしてみますね。でこの時にオクターブ下げたいな、このベースのスライスしたベースをスライスした後にオクターブ下げたいなと思った時に、ここのトランスポーズで下げれるわけですね。ここをマイナス12っていう風に下げちゃうわけです。でなおかつここのサステインを調整して、もうちょっとこうブツブツした感じにしようと。でボリュームをちょっと上げておきます。こういう風にできるわけですね。でこれで全体と一緒に鳴らしてみると、これを元に戻すというか、トランスポーズを元に戻してみますね。トランスポーズを今0にこう戻しました。今こうマイナス12になってたのを0に戻します。でもう一回鳴らしてみると、こういうふうなことができるのが自分の好きなプレセットを作っておくと便利っていうことなんですね。でフィルターも今一括でアサインしてるんで動かしてみましょう。ソロと聞く方が分かりやすいかな。全体と一緒に鳴らしてみます。こういう風な感じのことですね、今回は。以上です。最後まで見てくださった方ありがとうございました。